はい、もうこの試合負けたらもう後がないっていう、緊張感の中で、自分たちも、自分自身を追い込みながらこの日を迎えてきて、なんとかこう全員がもう誰かじゃなくて全員が本当に活躍して全員で掴み取った1勝だったので、次の来週に向けてまた気持ちを切り替えて、あと2勝できるようにまずは1勝なんですけれども、チーム全員でまた戦いたいなと思います。はい、この一戦に向けて一人一人いろんなことにこう課題を置いてしっかり練習してきたので、それがこの一戦に、勝つっていう結果として出て、一つ良かったかなと思います。で、来週に向けてしっかりこの今日の反省もそうですし、1年間の集大成としてしっかり自分たちのソフトボールをできるようにまた準備していきたいなと思います。そうですね、やっぱりすごいバッティングのいいチームですし、つながりもすごいあるチームなので、まずはしっかり長打を打たれないことをまず一つ目標にというか、その大事にして丁寧に配球というかピッチングをバッテリーで作っていこうというふうに入ったので、そこの部分でランナーは出るケースも多かったんですけど、しっかりその回を1点最終的に取られたんですけど、ゼロで積み重ねることができたので、そこは良かったかなと思います。そうですね、その日その日で調子違う中で、どのボールが良くてどのボールがバッターに合ってないのかっていうのは相手を見ながら配球していくので、その部分ではしっかりそこの2人 の、 その意見というか、いいボールとバッターに合ってないボールとっていうのをしっかり組み合わせて配球できたかなとは思います。やっぱり打線の中で上位打線にやっぱりこう上の先輩たちが入ってると思うんですけど、でまずはそこで1点を取れるように、なんていうんですかね、打線のつながりはあるにしろ、やっぱりそこのメンバーがやらないといけないというか、そういう思いで、そこのメンバーも自分自身を奮い立たせてじゃないですけど、もう確実に打たないといけないって思いで練習してきたと思うので、それがすごくつながったのが良かったかなというふうに思います。そうですね、自分自身やっぱりこういう負けれない試合でスタメンでマスクをかぶるのは初めてだったので、そこでこう自分自身はランナーが出たり得点圏にいるときに、やっぱり少しその気持ちの面でこう押されてるというか、自分のいつも の、 その考えとは違う考えをしてしまっていたと思うんですけど、上野さん の、 この落ち着いたですか、ね、投球 の、 そのマウンドさばきであったり、そういうのだったり、その丁寧にいかないといけないところをしっかりその丁寧にいくっていう、その当たり前のことなんですけど、緊張したりこう点が入りそうな場面で、その心の持ちようじゃないです、そこでやっぱり落ち着いてるなというか、助けられたなというふうに思います。今まではある程度出来上がってたチームでだったんですけど、今年からは本当にもう一新、もう全部変わったというか、で今までと同じやり方ではうまくいかないっていうのは、頭に入れながら、やっぱり私たちが中心で、そこからも若い選手が多いチームになっているので、やっぱり上のスタッフの方、監督コーチで上の先輩たちが求めることを、やっぱりその下の学年の子たちも対応していけるように、やっぱり会話をしたりとかっていうのは、まだまだできてない部分は多いんですけど、やっぱりそういうのは心がけてやってきたかなっていうふうに、思います。強みというかその、今藤本さんもおっしゃってたんですけど、主力
ックで出てた選手が、まあ、いなくなって、まあ、若返って若いチームになったことで、その思い切りだったり、その今までその当たり前にできてたことができない分、その何でもできるっていうふうに思うので、そこで新しいことだったり、その人若いからとかじゃなくて、その一人一人ができることをなんかもっとこう作って、新しいビッグカメラを作れたらいいなって思うので、そこがまあ強みかなって思います。そうですね、やっぱり勢いがあるチームだと思いますし、投打がすごく噛み合っている、例年よりもピッチャーの調子もいいと思いますし、バッター陣もこの人が打てなかったらこの人が絶対打つというか、打順のつながりがすごくあるなって、どの打順から始まってもやっぱり打ちそうだなっていうのはすごく感じるので、やっぱりまあ戦う中で参戦してきたので、いろいろ私たちも工夫しながら試合に挑めたらなと思います。今日は越野純子さんデザインのユニフォームで素敵かなと思ってますけど、はい、こういうユニフォームはチームで決めるんですか？今日は何、この時は何着るの？そうですね。ダイヤモンドはもう決まってるんですか？いや、まだこれから、はい、未定だとは思いますが、はい、やっぱりこのユニフォームを着るとすごく私も好きですし、こうさらに気が引き締まるというか、はい、デザインもすごくかっこいいなって思うのと、はい、ありがとうございます。ダイヤモンド楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。